もう一度左にさばきます。中には長里が待っている。長吾、カレンのディフェンス、カレンはここまで下がってディフェンスをしています。さあ通りました。向こうから松橋、キーパーをかわす、神山をかわして流し込んだだけ。2点目は松橋翔太。素晴らしい速攻でしたね。おそらく福岡からのロングフィードだと思われるんですが、ボール奪ってから5秒以内で点取ったって感じですね。2対0になりました。松橋翔太2得点。ここです。不幸ではありませんね。ボルノですかね。やっぱりこういう形ができるというのは全選手が狙ってるからですよね。そうですね。松橋今日2得点目です。今シーズン7点目。